文後三好駅は大分県日田市大技日高にある九州旅客鉄道久台本線の駅である。1971年2月10日から無人駅になった。単式ホーム一面一線を有する地上駅である。駅舎はコミュニティ消防センターとの合築で菓子屋を併設していた。菓子屋が近距離ギップを販売していた簡易委託駅であったが、 現在は菓子屋が閉店したため、無人駅である。かつては木材の積み出し駅として賑わいを見せており、当時の駅舎には、現在の消防センターの部分に、大衆食堂があった。1965年度には、乗車人員が74,850人、降車人員が75,198人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。 2013年度の乗車人員は2104人、降車人員は2833人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。かつては、近くに商店街があったが、スーパーマーケットの開業と林業の衰退等に、伴い、商店街も衰退した。周辺には、 木材の積み出し液の名残で木材に関係する製材書等がいくつかある。ありがとうございます。